どうも、オス、レオンです。今回もですね、お前たちのために、撮りたくない動画はね、撮ってでアップしていこうかなって。めんどくさいんですけどね。はい。労働時間ね、1日、1時間ぐらいかな、なんだかんだ30分かな、わかんないけど、お前たちのために時間費やすわ。そんな感じでね、今日何やっていこうかな。あ、男子オリンピック代表がね、パリ五輪を見事決めましてね、見ました、リアルタイムで。そして優勝もしました。あ、素晴らしかったですね。荒木が脳震盪、知ったこっちゃねえと、はい、いう感じなんですけど、まあ、今回ね、明太君、優勝してパリ五輪を決めてね、ポット分けというか組分けも D に入ったんで一番良かったんじゃないですか。 C に入るとね、あれフランスと決勝トーナメント当たるんだよね、早い段階で。フランスと当たりたくないよねっていうところで、まあ1で行ってよかったんじゃないかなとこういうふうに思いますね。はい。で、多分ね、一番ヒヤヒヤしてるのはね、多分森保やと思うんですよ。もう大岩、今大岩ジャパンフィーバーじゃないですか。これフィーバーが続けば続くほど、多分世間的には、いや森保じゃなくてよくねみたいになるんですよ。多分それは森保困ってるんで、はい。まあ多分このまま解任でいいんじゃないかな。森保解任っていう感じでね、まもなく森保が解任されるんですけども、それに伴ってですね、今回の23名ですね、U23、まあ、採点していこうかなと、例のごとく。まあ、要はパリ五輪代表に必要なのか必要じゃないのか、でもしくは、まあ、海外組によって変わってくるんで、必要よりのボーダーなのか、もう構想外気味のボーダーなのかっていうところね、まあ、3段階評価。A がいる、B が普通、まあどっちか微妙。で、C が絶対いらんという感じで、3段階で評価していこうかなというふうに思ってます。はい。じゃあちょっとね、スターティングメンバー順でいこうかな。ゴールキーパー。コクボレオ・ブライアン。能力的にはね、まあ結構微妙なんですよね。めっちゃ目立ってますけど、所属チームで全然試合出てないんでね、そこをどう評価するかっていうことなんですけど、まあ実際じゃあ、どうなんかって言われたら難しいんですよね。だって、ここにはね、永田レオがいるんですよ。で、俺なら永田レオを使ってるんですけど、彼は所属チームでレギュラーなんで、多分今回呼べなかったと思うんですよ。っていうことを考えれば、まあ実力的には、ザイオン、永田レオっていうところなんで、まあ、構想外ではないんですけど、まあ、微妙かなと。ゴールキーパー多分、トータル18名なんで、3名は連れていけないんでね、2名だけなんで。って考えると、当確よりの微妙かなというところじゃないですかね。この2人を呼べるんだったらね、ザイオンと、中田レオを呼べるってなったら、ブライアンやっぱり構想外かなというところなんで、まあ、微妙かなと。いうところですね。能力的にはでも問題ないかなと。あとはもう所属先で、まあ、ベンフィカなんでね、レギュラーにはなれたいと思うんで、とかレンタルかどっかで行ってね、試合出た方がいいかなというふうに思いますね。はい。で、その他のキーパー、野沢大志、ブランドン、山田大志かな、わからない、大輝かな、わからない、これ構想外です。クビです。はい。こいつら、初戦 J1 にいますけど、試合出てないんでね、J2、J3 レベルかなと。早くそっちに移籍しろと。いうところですね。彼らが今後日本代表のユニフォームを着ることはないですね。はい。構想外です。はい。お疲れ様でした。特に大使ブランドはやらかしてるんで、韓国戦。論外というところですね。はい。で、ディフェンダー、関根、当確です。決まりです。もうレギュラーです。なんだったら A 代表の右サイドバック、いけんじゃねっていう。多分もうそういうネタ出てますよね、動画で。多分、そうなってくるでしょうね。今多分、関根じゃないわ。橋岡ぐらいかな。まあ、この二人でいいんじゃないかな、橋岡、関根で。もう関根は多分、今シーズン最大のヒットでしょうね。まあ、多分もうこの夏移籍じゃないかな。当確です。おめでとう。木村誠司。これはね、B ですね。なぜなら、オーバーエイジはおそらくセンターバックでディフェンスに使うと思うんですよ。前線コマ足りてるんで、ね。ってなると、オーバーエイジが来たら、構想外。で、オーバーエイジが読めなかったら、ワンチャンいけるかなと。いうところだと思うんですけども。まあ、なので、構想外ではないんですけど、まあ、主力でもないんで、まあ、微妙かなと。オーバーエイジ来たら、クビというところじゃないですか。大畑、論外です。大畑を評価してる人いましたけど、そう、サッカーわからない奴ら、素人ですね。こんなちっこい奴、全部狙われてましたよね。
で、たまたま相手がヘボかったんで、まあなんとかしのぎきりましたけど、世界大会で大原が通用するほど世界甘くないんで、なめんなよって感じですね。はい。だこれは、オーバーエイジが来る来ない関係なく、クビです。いりません。はい。高い。これもね、難しいところですね。まあ、身長192センチあるんで、まあ、結構いいところで光ってたんですけど、まあ、ただ言うて、危なっかしいの危なっかしいんで、じゃあオリンピック代表のレギュラー任せられるかって言われたらかなり厳しいんでね、オーバーエイジが来ると思うんで。なんで彼も木村と一緒で、オーバーエイジが来たらクビということですね。だからまあ実質クビかな。いらんお前。うん。はい、他は、山本リヒト。これ構想外ですね。こいつ、なんで使われてんの？逆に教えて。分かるやつコメント欄書いてきて。こいつひょろひょろなんですよ。フィジカル能力ゼロ。でもなんかこいつなんかもともとね、キャプテンやったりとかしてたんですよ。多分副キャプテンぐらいじゃないかな。多分監督に取り入ったんかな。弱らない。能力不足です。構想外です。いりません。はい。藤田ジョエル島。俺ね、こいつの評価はね、皆さんほんと高くないんですよ。やっぱフィジカルないんでね。と思ってたんですけども、まあ想像以上に戦えるし、うん、まあ所属チームでは結局フィジカルないんでね、やっぱりなかなか使われてないんですけど、でも皆さんがね、思うほど、いやもうこれから日本代表の中心なんで、それはないかなと。うん、ただ、まあ今大会の活躍見てる限り、まあメンバーには間違いなく入ってくるかなと。18名はね。っていう感じなんで、まあ当確でしょうね。まさかまさかの、これはいい意味での期待を裏切ったというか。まあ、ね、本人もこの大会で自信つけたんじゃないですか。ただ A 代表は調子乗んなよと。そんな甘くないかな。佐藤健一。彼はね、能力がないんじゃないんですよ。やっぱ所属チームで試合出てないんで、やっぱその辺のフィットネスが全然充実してないな、フィットしてないなっていうのがまあはっきりわかりますよね。なんで、彼も替えの効かないサイドでね、その右も左もできるんで、貴重な戦力ではあるんですけど、まあ言うてもブンデスリーガーも終わるんでね、試合にはなかなか出れないんですけど、ちょっと替えが効かないかなって、このサイドで両方できるっていう、ね。っていう感じで、当確にしましょう。はい。で、松木玖生、もうこれは当確ですね。これ前から言ってるんですけど、彼は本当にもう、藤田ジョエル・チマの代わりはいるんですよ。でも松木の代わりはいないんですよ。中盤でハードワークできて、で、かつディフェンスもできて攻めもできるって、ね。で、フィジカルで全然圧倒できるみたいな。彼はもう、当確どころかスタメンなんでね。彼はもう、外れないです。彼外したら終わります。はい。もう A 代表も行っていいんじゃないかな。で、藤尾翔太。これ構想外です。これはね、まあいろいろなんだろうな、J リーグでまあ町田でね、たまたま得点量産してたっていうところで、まあまあ使って、今回海外組も呼べなかったんでね、まあ試合には使ってましたけど、能力的には微妙です。はい。いりません。はい。まあ海外組が全員呼べなかったらいるかなっていうぐらいで、まあそんなこと多分ないと思うんで、ね、残念ながら構想外です。能力不足です。はい。町田で頑張っとけと、ああいう感じですかね。細谷。これはね、俺素人じゃないからね、自分らすぐ素人やから、なんか細谷すごいとかなるでしょ？そこまですごくないんだよね。だから俺はね、評価的に B かなって。海外組が全員呼べたら、俺の中では細谷構想外。そこまですごくない。とはいえ、まあ今かなり信頼されてるんでね、まあその辺スパッと切れるだけの根性も多分ないと思うんで、大岩には。まあ、大岩は多分、選ぶだろうなって意味では当確かなと思うんですけど、能力的にはそんな高くないよということを俺伝えたい。俺の中では B、構想外に近い B、 海外組が呼べなかったらいるかなっていうレベルで、こいつサイドできないんで、真ん中しかできないんで、ちょっとユーティリティもないんで、俺の中ではないかなと思います。いらんだから。サブ半田陸、構想外です。はい。何しに来たのかな。この子山形の出身なのかな。ちょっとおぼこいんですよね。だからなんか、まだなんかカタールとかの街みたいな、うわぁ、大都会だーとか言ってるような気がするんで、構想外です。はい。どんまい。はい。西尾龍也かな、達也かな、わからないです。構想外です。乱闘するやついらないです。はい。気の荒いやついらないです。はい。なんか大阪っぽいよね。いらない。構想外です。多分本人も分かってるんじゃないかな、これ構想外なんて。セレッソで頑張れよ。鈴木なんとか、構想外です。はい。まあ、これは完全にね、海外組が読めなかった、チェイス・アンリーとか読めなかったんで、来たってだけで、構想外です。分かってるよね、自分でね。逆に。言わせんといて。能力ないから。はい。で、内野隆、構想外です。はい。彼も、
大岩によって、大岩チルドレンと言ってもいいのかな、能力はそんなないんだけどもたまたま呼ばれたというだけで、まあ、それも海外組でね、規制のかかってない海外組、要は所属チームでお前行ってこい、いらんからって邪魔やからっていう感じで来ただけなんで、はい、構想外です、いりません、はい、川崎、ソータ、フータ、わかんない、これ難しいな、能力的にはかなりいい能力持ってるんですけど、じゃあ世界と戦えるだけのフィジカルがあんのかって、フィジカルないんですよね。なんで残念だけども構想外ではないんですけど、構想外に近いボーダーかなと、頭角ではないかなと。まあただ中盤で海外組って意外と少ないんですよね。だからワンチャンあるかなっていう、まあ、本当にまさにボーダーですね、俺の中では構想外。山田風紀、確かに決勝ゴール決めました。でカタール戦でもゴール決めました。一発持ってんなと、左足で、身長も180センチあるんでフィジカルも強いんですよ。なんですけどゲームの流れの中では全然活躍しないんですよ。で彼も海外組次第かなと。海外組が来たら構想外、海外組が来なかったら入るかなというレベルです。まあ、俺の中では構想外。田中聡、そう、わからへん、何しに来たん、帰って早く、邪魔やからっていうことです。はい平川優、こいつも高速外です。まあなんかスピードが速い速いと言われてましたけど、まあ速いですけど、まあ速いだけみたいな、点は取らないし、なんかあとメンタルも弱そう、なんかおぼこい顔してるんで、リンガカモみたいな、なんかカタールの街並み見て、あーすんげえとこだーとか言ってそうやん。論外、パリはもっとでかいんでね、はい、田舎も禁止です。はい、荒木亮太郎、もう彼も高速外です。彼は、まあ、今回ね、たまたま海外組が読めなかったんで、そのおこぼれで来ただけであって、構想外です。フィジカル弱すぎです。はい。で、キーパーとの衝突で脳震盪でしょ？あんな程度で脳震盪を起こしてるようでは、日本代表と呼びません。恥ずかしいですけど。うちの孝太郎、これ大学生ですよね。もう大学生は、来てはいけません。はい。邪魔です。学生が来るほど、サッカー界ってレベル低くないから、なめんなよって感じで、構想外です。っていうところじゃないですかね。だからほぼほぼ構想外と、まあ、海外組が来たらね、逆に言うと海外が来ないんだったらこれ予選グループ敗退なんで、まあ、海外組来ると思うんですけども、まあそういう正当なる評価じゃないですかね。まあでも今大会誰が一番発見かと言われたらやはり関根だと思いますね。まあ素人はすぐ藤田ジョエルって言うかもしれないですけど、それは素人ですから、俺みたいな神のレベルになると関根ですね。彼はすぐ A 代表行きます。で松木クリも入ってくるでしょうねという感じじゃないですか。他は多分入ってこないと思いますね。ブライアンも、まあ、たまたま今大会覚醒しましたけど、じゃあザイオンより上かって言われたらそれはないと思うんです。はい、まあ、そんな感じでね、まあ俺の評価が本当の評価なんで、まあ、自分らの評価ってのはあくまで素人の評価ですから、俺みたいなプロが言ってるのが一番正しいですからね。はい、まあそんな感じで、まあこれが正当な評価なのかなという感じがします。逆に言うと、まあ日本ははっきり言って今回2軍でした。2軍でアジア制するってどんだけアジアレベル低いのって逆に伝えたいよね。はい、っていう感じで、まあ、今回はね、23人全員のね採点というところで、まあ、最後監督の採点すると S ですね、最高評価。森保の後任決まった、なんだったら最終予選9月から大岩でいいんじゃねみたいな、そんな感じですよね。はい、森保も多分今死にかけてたと思うんですね、はい、まあ、そんな感じでね、採点という感じで、まあ、この通りやらないと負けるよ、分かってるよね大岩ね。はい、で多分おそらく次の動画でね、早くも18名、発表したいなというふうに思います。